今日は何かを狙います。あっちは工事してるので、ここでやってみましょう。まず、胴突き釣りをします。カワハギが釣れるかもしれません。ベラとベラ。フグ。フグ。フグ。イワシっぽいのが群れている。イワシっぽいのを釣ってみます。スケイサはなしです。シャクル。はい、釣れたー。トウゴロウイワシでした。泳がせ釣りの餌にします。これらは餌です。引き続きトウゴロウイワシを釣ります。夜にはアオリイカを狙います。時折、ナグラが出る。カマスがいるっぽいなー。カマスが釣れるかもしれないので、アオリイカの泳がせ釣りを始めます。ほらほら、ナグラ。こっちの方ならロックフィッシュも期待できます。それでは、本番開始です。
食パンをもらったのか？大チャンス。ダメか。やっぱり、泳がせ釣りだと、簡単には釣れないなぁ。なんかヒットしてる。当たりがないです。テトラの近くに投げてみます。当たった。ヒット。あんまり大きくなさそうだな。小さいカサゴ。大きい魚を釣りたいのだ。あの小さいカサゴ一匹じゃ終われないです。今日、相模湾では風がとても強いので、駿河湾に行ってみます。ここ、カワハギが釣れるんだ。外側は荒れている。内側でカワハギとかを狙います。ダイソーの仕掛けでもカワハギは釣れます。餌は、青磯、オキアミ、エビを用意した。寄せ餌は適当に。速攻、当たっている。はい、釣れたー。小さい。
小さい。大きい魚も釣りたいので、エビを使ってみます。今日は、どんどん風が強くなるので、夜釣りは不可能です。あの竿の仕掛けが絡まった。もう。復活。でかいよ。タカノハダイカー。一応、キープしときます。エビでタイが釣れた。突風が吹くようになってきた。石台。針の稀なので、キープです。鷹の肌は逃がしとく。塩焼きにしてみます。でかい。フグか。塩焼きにする魚をもう一匹釣りたい。フグ。オキアミを使い切ったら、帰ります。夜釣りは、風が強く危険なので、不可能です。何これ？姫路か？絶品高級魚だって。水しぶきが飛んでくるようになった。もう、帰ります。石台は濡めるので、塩もみします。明日の昼食にします。本日のバーベキュー会場は、ここです。くるみを炭の着火剤にしてみます。くるみは油分を含んでるので長時間燃焼するはず。
いい感じ。まずは、昼食を済ませます。椎茸に醤油をたっぷりつけると、うまい。絶品。それでは、絶品高級魚と高級魚を塩焼きにしてみます。皮が網に張り付かないように、揺する。姫路は肉厚です。それでは、いただいてみます。味はほぼ同じで、食感が違う。イシダイはプリプリで、姫路はしっとり。